会話上手な男性は女性からすると知的に見えるので、より魅力的な男性に移りやすくなります。こういった言動は女性からの評価を下げることが研究でも明らかになっているので、心当たりがある方は注意してくださいね。二人きりの食事デートを甘く見てはいけません。男女の仲が深まるきっかけです。意中の女性との距離を一気に縮めるチャンス。皆さんの中にはデート中どういう行動をすればモテるのかわからないと悩んでいる方もいるのではないでしょうか。今回はチャンスを有効活用してもらうために、デート中女性に好印象を与える行動をご紹介していきます。忘れてはいけない大事なポイントを早速やっていきましょう。まずはポイント1、デート中会話が途切れないということ。男性は話すべきことを話した後はもうこの話は終わったことと判断するため、話す必要を感じないと沈黙してしまったりします。一方女性は会話を通じて感情を共有することを大切にするので、会話の内容自体は何でも OK、 感情に共感してくれれば楽しく過ごすことができます。だからこそ女性同士は沈黙することが少なく、会話がずっと続くんです。そんな女性だからこそ話した時に会話が途切れない男性にはかなり好感を抱きます。これはこの人となら感情を共有できると実感するからです。とはいえ会話そのものが苦手だという方も多いはずです。そこでおすすめなのが質問力を身につけることとリアクションを磨くことです。質問をすると女性は自分に興味を持ってくれている、自分に関心があるということは何かあった時にきっと頼りになるというふうに思います。こういった男性は多くの女性からもモテやすいですし、意中の女性からも好意を持たれやすくなります。ワンパターンではなく、質問力が高くなれば会話自体も上手くなり、ユーモアセンスも磨かれます。会話上手な男性は女性からすると知的に見えるので、より魅力的な男性に移りやすくなります。ポイント2は、さりげなく次のデートに誘うということです。やっぱりできる男は常に一歩先を考えています。未来の示唆をします。片思いの女性との初デート、男性的には何としても次のデートのお誘いをしたいところですよね。ですがここでガツガツ誘ってしまうのは NG です。なぜなら必死さを感じられてしまうと惹かれてしまうからです。多くの女性は男性の余裕に惹かれます。だからこそ気持ち的には誘いたいと思っていてもガツガツ感を出さずに余裕を持つことが重要なんです。女性から魅力的だと思われるのは浮気をしない人、女性子供を大事にする人、そして自分でガツガツしなくても女性から魅力的だと思われる人です。デートを通じて女性との仲を深めたいなら、余裕を持ってスマートに次のデートのお誘いをすることが大事です。いきなり誘うんじゃなくて、おすすめは趣味だったりとか休日の過ごし方とかの話題からさりげなく誘う方法です。具体的にはこんな感じで、男性から最近休日何してるのって聞きます。女性が最近コーヒーにハマっててコーヒー屋さん巡りしてるよというふうに答えたとします。で、男性はじゃあ〇〇ってお店知ってる？ここすごく美味しいよ、来週あたり一緒に行ってみない？というふうに会話の流れで誘うとスマートです。デートの会話やメッセージのやり取りなどの中で、今度〇〇したいね、いつか〇〇行きたいねというふうに軽く未来の示唆をします。ポイントは軽くすることです。これらの発言そのものによってうっとりさせたりロマンチックな雰囲気にしたりすることは全く狙っていません。変にムードを作ろうとするとむしろ逆効果になるので気をつけてください。あくまでも軽いノリで言うことが大事です。未来の示唆をすることで未来にするデートのお誘いなどが成功しやすくなります。今度〇〇したいね、いつか〇〇行きたいねなどと言われることで、実際にそのデートをしているイメージが脳に刷り込まれていくからです。こういうお店いつか行きたいねなどと写真を見せたりするのも有効ですね。実はこれはセールスなどでも活用されている手法です。例えば若い男女に家を売るなら将来ご家族が増えた時は広いお部屋の方がなどと未来をイメージさせて購買意欲を刺激します。人間の脳は具体的な話よりも抽象的な話の方が受け入れやすいものです。これと同じ理屈でとりあえずいつかディズニーランド行きたいねくらいにしておいた方がいいんです。具体的なデートプランなどをお話しするのは相手の方から食いついてきたり、実際ディズニーデートに誘ったりするときに行うことをお勧めします。相手からのイエスを引き出してください。ポイント3は外見を褒めるということです。内面を褒めた方がいいんじゃないの？外見を褒めると下心があるって思われそうと感じたかもしれません。でも女性の多くはデート当日の自分をより可愛く見せようと見えないところでいろいろな努力をしています。初めてのデートだから服装は清楚な方がいいかなとか、シンプルなピアスの方が印象いいかなとか、前日に美容院でトリートメントしようかな、このように考えて準備をしているからこそデート中男性から外見を褒められるとキュンとするんです。多くの女性が本当に最高の女性だよとか、すごく素敵だというふうに伝えてほしいと願っています。付き合ってたりとか夫婦関係ならこう思ってるのが前提ではありますが、それでもやっぱり
伝えてもらえると嬉しいものです。外見を褒めるのは少し照れくさく感じるかもしれませんが、伝えれば女性の心をつかむことは間違いなしです。初デートの時でも積極的に伝えてみてください。ポイント4はたくさん質問をするということです。相手ばかり話していると多くの女性はつまんないデートだったとか気が合わないと感じてしまいます。こういった言動は女性からの評価を下げることが研究でも明らかになっているので、心当たりがある方は注意してくださいね。デート中は女性の話に興味を持ってたくさん質問をしてあげるのがベストです。ただコロコロと話題が変わり質問攻めのようにならないように、一つ一つの話題を大切にしましょう。自分の話は控えめにして、それでそれでそうなんだすごいねどうしてそうなったのなどと質問を入れながら女性の話を聞くように心がけるといいですね。少し奥手で話し下手な女性と接するときは、俺〇〇っていう映画が好きなんだけど〇〇ちゃんは好きな映画とかあるの？とか、普段恵比寿でご飯とか飲み行くことが多いんだけど〇〇ちゃんはどのあたりに行くの？などと、女性が話しやすいように自分から先導して話しかけてみてください。ポイント5は次のお店に行くのがスムーズということです。女性とのデートでは待ち合わせから次の場所に移動することも多いですよね。そんなとき移動がスムーズだと女性に好印象を与えることができます。意外に思われるかもしれませんが、お店選びとかこう移動にもたついてしまうと女性からの評価は想像以上に下がってしまうんです。この人頼りないなと減点されてしまいます。もし心当たりがある方はこの点注意してみてください。もともと一緒に行こうねと話していたお店などがあれば必ず事前に予約しておきましょう。待ち合わせ場所から徒歩で行くのか車で向かうのかあらかじめ調べておきましょう。ポイント6は共通点が多い話題です。女性は楽しく話せる男性に好感を抱きます。デート中特に好感を抱きやすい話題はお互いの共通点のお話です。男女関係は共通点があればあるほど深い関係になりやすいので、この話なら合うかもと思う話題があれば積極的に話題に出してみましょう。まだ共通点がわからないという場合も心配はいりません。共通点がないなら質問して探せばいいんです。共通点が見つかりやすいおすすめの話題は、出身地はどこなのか、地元が同じなら出身高校中学はどこなのか、好きな料理のジャンルだったりとか、学生の時好きだった科目、好きなスポーツ、好きな本、紅茶、コーヒーだったらどっちが好きかとか、犬と猫だったらどっちが好きかなど、このように質問次第でいくらでも共通点を探すことができます。ぜひ女性にいろいろなパターンの質問をして共通点を探してみてくださいね。どれも些細なことですが積み重ねで女性に好印象を与えるものばかりなので、デートの時はぜひ意識して大成功させてくださいね。